もしもし、お電話ありがとうございます。こちら昭和の黒電話でございます。おっとりしたキャラクターで人気を集め、映画や舞台、バラエティまで幅広い分野で活躍した浅岡幸二さん、2018年4月27日にご逝去されましたが、その原因が話題を集めています。また夫の津川雅彦さんの前に一般男性と結婚されていましたが、その一般男性との離婚の理由が不倫だったと噂されています。今回はそんな浅岡幸二さんのこれらの真相について調査しました。最後までご視聴よろしくお願いします。1935年7月23日生まれで東京都のご出身、浅岡幸二さんは料亭勝田という老舗に生まれました。3歳の頃より日本舞踊をたしなんでおり、学校への通学はなんと毎日人力車で通っていたそうです。かなりのお嬢様だったようで、父親の過保護ぶりは思春期まで続いたようです。その後1949年に宝塚音楽学校に入学し、宝塚歌劇団に入団、月組の娘役として活躍しました。1967年内科医の一般男性と結婚し男児を設けますが、翌年1968年に離婚。その息子は夫側に親権がいったとのことです。1973年に津川雅彦さんと再婚し、翌年娘の真由子さんを出産しました。その後も日本舞踊や宝塚での経験を生かし女優として活躍。お嬢様育ちの何とも優しいおっとりとしたキャラクターと常識外れな発言で人気を集め、バラエティ番組などにも多数出演して日本国民に非常に愛されたタレントでした。さてそんな浅岡幸二さんですが、一人目の夫との離婚理由は何だったのでしょう。噂によると離婚の原因は浅岡幸二さんの不倫。なんと浅岡幸二さんは離婚する前から津川雅彦さんと交際していたそうです。離婚後に息子の親権を持ったのは全部浅岡幸二さんは離婚後息子に会わせてもらえなかったんだとか。また浅岡幸二さんが家を追い出されたという情報もありました。どうやら浅岡幸二さんの方に非があるのは間違いないと思われます。浅岡幸二さんが結婚後に女優業を続けていたこと、いわゆる普通の生活ができなかったことも離婚の原因となったのかもしれません。家庭に入って医師の夫のサポートをしていればまた違った結果になっていたのではと思えてしまいます。津川雅彦さんとは非常に仲が良く、おしどり夫婦として有名でした。浅岡幸二さんが亡くなるまで夫の津川雅彦さんが献身的に看病なさったのだとか。結婚後何十年も一緒に過ごしてきたお二人ですが、実は離婚寸前の噂がありました。調べてみたところ、離婚危機は本当であり、実際に二人は別居生活もしていたようです。時期は2008年頃でした。別居理由としては津川雅彦さんの6億円からなる借金が理由とのことですが、そんな巨額な借金を妻である浅岡幸二さんに隠していたというのです。そのことにより二人が住んでいた豪邸を売却して別々に生活を始めたようです。しかし別居はしたが離婚には至らなかったようです。その理由として、浅岡幸二さんはこの年になって離婚は面倒だという理由でした。当時浅岡幸二さんは72歳で、津川雅彦さんも68歳くらいにはなっていましたから、老後を一緒に過ごせる人はお互いに他にはいなかったのではないかと思い、いつかはまた一緒に住むことを考えていたのかもしれませんね。浅岡幸二さんと津川雅彦さんは別々の貯蓄口座があり、借金も結局は浅岡幸二さんの貯蓄を取り崩して借金を返済していったといいます。別居はしたが夫の問題を結局は妻として解決するために助けていたのですね。津川雅彦さんには実はデヴィ夫人と不倫をしていたという噂があります。こちらも調べてみたところ、どうやら本当のようです。なんとデヴィ夫人自ら津川雅彦さんとの間に恋愛関係があったということを暴露していました。と言っても不倫であったのは津川雅彦さんではなくデヴィ夫人の方でした。津川雅彦さんは
当時はまだ29歳で独身でしたが、デヴィ夫人はすでにインドネシアのスカルノ大統領の第三夫人としてまだ婚姻関係にあったのです。当時の津川雅彦さんはまだまだ下積み時代で、全く売れない俳優であり、苦しい時代を送っていたようです。そしてデヴィ夫人を励ます会に参加した時に夫人と出会い交際するようになったようです。しかし当時のデヴィ夫人は失脚したとはいえ、インドネシア大統領夫人であり、一方イケメンではありましたが、売れない俳優の津川雅彦さんとの燃えるような恋愛はロマンスがあるように思えますね。津川雅彦さんとデヴィ夫人は恋愛関係にあり、お互いにインタビューでお互いに大切な人というようなコメントも出していましたので、デヴィ夫人にとっては不倫でありましたが、お互いに惹かれ合っていたという事実はあるようです。当時はマスコミに追いかけ回されて、スイスにまで逃避行をしたというほどでしたので、当時は世間の注目を集めたニュースだったのでしょう。しかし2人の関係は半年ほどで終焉を迎えたようです。朝岡幸治さんは2014年4月の舞台を最後に芸能活動を休止し、アルツハイマー型認知症を発症、そして2018年4月27日にご逝去されました。死因はアルツハイマー型認知症ということですが、死因が認知症ってどういうことなのかと思い調べてみると、直接的な死因が肺炎や心肺停止のような状態であっても、アルツハイマー型認知症を発症している患者の場合は、その認知症によって脳の機能が低下し、それによってそれらの体の生命維持機能が低下するため、そういった症状を発症する原因となる誘発するアルツハイマー型認知症を死因とする場合があるとのことでした。この死因がネット上で話題になり、ある週刊誌の記者がコメントをしました。朝岡さんの死因がアルツハイマー型認知症と発表されたんです。夫の津川雅彦さんが医師の診断書にそうあったと話し、この数年自宅介護をしていたことを明かしました。しかし死因が認知症と報じられることは珍しく、それで話題になっているのです。例えば心不全というのはまさに心臓が止まったことですから、直接的な死因を書く日本ではよく使われますね。しかし欧米ではどんな病気が原因で亡くなったかを書くので、アルツハイマー型認知症が死因の一つに挙げられることも珍しくありません。米国では14年に死因の6番目に挙げられるほどポピュラーな死因、欧米では診断時に余命宣告がなされるなど致死性の病と認識されているのです。日本では認知症の側面だけが強調されがちですが、病状の進行に伴う摂食や飲み込みの障害が死亡につながっていることは以前から指摘されており、日本でも実態通りの死因として取り扱い、治療法の確立やケア体制の整備のためにも検証データを集められるよう疾患への啓発を行っていこうという動きがあるのです。朝岡幸治さんのご冥福をお祈りするとともに、日本における認知症の今後の展開に注目したいです。お電話いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、可能であればコメントもお待ちしております。またのご利用を心よりお待ちしております。